本日は私同姉妹でございまして一席お付き合いをいただきますけれども、女宇治なくして玉の輿に乗るって言葉がありますね。まあ、俺宇治っていうのは家柄のことでございますね。ですから、貧しい暮らしをしていても、器量さえ良ければ見初められて、まあ幸せになるというんですかね。今も昔もこれは変わらないようでございますけれども、丸の内の赤い御門守というお大名でございます。御本妻との間にお子さんがいない、まあ、このままではですね、まあ、血統が絶えますんで、お世継ぎがいないということでこの代をもってお取り潰しという羽目になる。これはもうお屋敷の重役連中も大変に心配をいたしまして、目かけでもよいのでなんとか跡目をこしらえていただきたい。ところがこのお殿様が大層お堅い方でね、目かけそばめというものを持とうという気が一切ございません。さあ困ったなと重役連中も考えあぐれておりましたが、ある日のことでございます。このお殿様が、お屋敷への帰り道、お駕籠へ乗りまして友を従えて町中を通行している折に、裏長屋から出てまいりました一人の年の頃17、18になりましょう娘で、染め返しの着物に細い帯をぐるぐるっと巻いて手にはみそこしを持っております。路地口に立ってこううつむいているその姿がお殿様のお目に留まりまして、さあ友頭を、自分のそばへ呼んで何やら話をしておりましたけれども、このお駕籠は行ってしまいまして、後に残ったご家来が一人裏長屋へと入ってまいりまして、ああ、これこれ町人、これ町人、はい、おどう、おおいおい、みんな、おいおい、お武家様だ、うん、え、なんぞご用でございますか。うん、人物を尋ねたいがな、ああ、この中にヤモリはおるか。はい、ヤモリはおるか。ヤモリ、あ、どうめ、ヤモリだってさ、うん、日が落ちればな、その辺の塀にな、2、3匹がいつもいますよ。いやいや、ヤモリと申しても虫ではない。うん、この長屋を支配するものじゃ。うん、町役だ、家主じゃ。あ、大家ですか。ヤモリってから分かんなかったな。うん、大家のことヤモリってんだってさ。うん、知ってたよ。嫌な野郎だね、おい。知ってんだったら教えてくれるのがいいじゃねえか。いやいやいや、俺もね、この説、まあ分かったばかりだからさ。なんだよそれ、ほらほら、ついさっき、あの風の強い日があったろ。おう、3日ばかり前か。そうだよ、あの風の強い日にさ、その辺の塀にピタッと大家張り付いてんだよね。それ見た時思ったよ、ああ、ヤモリだね大家と、つくづく何を言ってやん、風が強いから飛ばされないで押さえてただけだよあれ。お、そうかい、そのほうら教える気があるのか。おお、どうもすいません。どうでもいいんだそんな話はよ。え、あ、あのね、旦那ね、いや、ご足労ですけれどもね、一度長屋をね、もういっぺん出てください。え、こっから右行ってください。え、で角にね、あるとこなんです、米屋がある、はい、で米屋があって、その隣が染め物屋、でその隣が荒物屋、そこが大家のうちでございますから、もう荒物屋ったってね、大したものは売ってるんですよ。あら、これは物ですかと言いたくなるようなね、そんな荒物でございますけれどもね、もうろくなものはね、ついに他より高く売るんですよ。もうね、仲間はね、潰れねえためにね、まあ付き合いで買ってやってるというような、そういう店でございますからね。いえいえ、どういたしまして。うん、ごめん、あ、ちと物を尋ねたいが。お、ほら、どうもどうも、いらっしゃいまし、さあさあ、どうぞどうぞ、おい、ばあさん、あの座布団持ってきなさい、どうぞどうぞ、お当ていただいて。うん、あ、拙者な、あ、最前表をお通りになった丸の内の赤い御門守の家来であるがな、あ、裏の長屋を差配する者はその方か。さようでございます、手前でございまして、長屋の連中に何か粗相などありますれば、私が全て、申し付けていただければよろしゅうございますんで、何か長屋の者が、いたしましたでしょうか。もうがさつな連中が集まっております。いやいや、何も粗相はないさ。うん、あ、年の頃な、17、18になるか。うん、未明よき女子がかのみそこしとやらを持ってな、この裏の長屋の路地口に立っておった。あれは、いかなるとこの娘であるか。え、おお、そういうとこなんですか、みそこしを持って。おい、ばあさん、わかるかい。うん、そうか、おつるか。え、いや、あの、おつるという、手前どもの支配内のものでございますけれども、いや、あれは、姿が大きく見えたかもしれませんが、17、18に見えるかもしれませんが、13でございまして、まだまだ子供でございます。何か粗相がありますれば、子供のしたことでございますから、一つご勘弁をいただきまして。よ、いやいや、粗相などはないがな。何、
13か。はあ、それは困ったな。実はこれは内々でござるがな。ああ、そのお殿様の殿のお目に留まりだな。お屋敷に奉公に上がるようにということであったが、そうか、13では務まらんな。え、 お屋敷に、あ、そういうことなんす。ではあの娘は18でございます。なんだ、年が変わった。今13と申し、そうでございます。何か粗相があったのかと思いましたんで、13と申しましたが、あの子をかばうためでございました。誠は18でございます。何、かばうために13と申したのか。はあ、親同然の家主、そう願いたいものであるな。そうかそうか。では誠は18、恐れ入りましてございます。間違いなく18でございます。そうか、親兄弟はあるか。おふくろと兄がおります。ではその兄に相談をいたし、良いということである。もう兄などには話をすることはありませんで、もうとんだヤクザ者でございます。もううちにも寄りついておりませんので。いやいや、ヤクザ者とは申せ、兄は兄じゃ。またそのおふくろに話をし、当人にも話をしな。まあ不調子であれば仕方のないことであるが、まあな、承知してもらえるようその方からもよく申しつけてもらいたい。ああ、支度金の方はな、望み通り取らせるぞ。ね、今一つこの申し添えておくのだが、我が殿はな、大変に堅いお方でな、今までこの妾、そばめというものをな、持とうということが全くのないことで、お勧め申すのだが、首を縦に振らんでな、また、ご本妻との間には、お世継ぎの若君がおられない。かの鶴なるその娘だな、お世取りなどを設けることがあれば大変な出世である。そこのところをよく申し伝えておくのだぞ。承知いたしました。必ず伝えは済んで、明朝お邪魔をすればよろしい。あ、さようでございます。お屋敷はどちらでございましょう。承知いたしました。では明朝、どうありがとう存じました。ごめんくださいまし。おい、ばあさん、聞いたかい、あの鶴が、お殿様のお目に留まった。俺の長屋からそういうもんが一人でも出りゃな、こんな、嬉しいことはね、花が高えや。ちょいと行ってくるよ。あの羽織を取ってくれ。何の中でもこういう時は決まりだよな。羽織の一枚も引っ掛けてな、行ってやんなくちゃいけない。じゃあな、ちょいと行ってきますよ。おい、ばあさん、いるかい。おい、ばあさん、ばあさん。やなんだい、まったく、ばあさん、ばあさんってさ、気安く呼んで。女が年たらみんなばあさんだよ。冗談じゃないよ、本当に。知らないのかい、女は一度ばあさんになるとね、この先もずっとばあさんさ。驚いたかい。驚きゃしねえよ、んなもんな。心ゆくまでばばあやってりゃいいんだよ。そんなことはどうでもいいんだよ。開けとくれ、私だよ。まあずうずうしいじゃないか、三合や五合酒の酒の借りがあるからってさ、そんなもんいちいちね、催促に来るんじゃないよ。お帰りよ。酒屋の御用聞きと勘違いしてるじゃねえかよ。酒屋じゃないんだ、私だよ。あ、その声は大家さんじゃありませんか。まあ開いてますから、どうぞお帰りになって。まあ大家さん、いつ見ても若々しい。同じ人間とは思えないな、まったくな。いや、おい、どうしたんだよお前。え、床なんぞ敷いて丈夫なお前が珍しいな。え、風邪でも敷いて寝込んだかい。違うんですよ大家さん、これはね、もう仮病なんですよ。ほら、みそかでしょ、もう掛け取りがね、あちこちから来ますからね。でこうやって患ってるって言うとね、言い訳もね、もう違いますからね。聞き面が、なんだ、随分ふてぶてしいねお前も。そうかい。いや、ちょいとね、あの話がある、上がらせてもらって。まあどうぞどうぞ、もうおっしゃりたいことは分かってますから。もう雨露をしのぐってますからね。そうでしょ、私もね、月々の店賃はきちんきちんと納めさせていただいております。夢をよく見るんでございますけれどもね、現実は追いつきませんで。おやすみなさい。おい寝ないでくれよばあさん。話があるんだよ。あのね、いいお目かけの口があるんだ。そうですか。まあ、それ茶飲み友達の一人や二人はねあるんですけれどもね、お目かけだなんて、まあ、私は恥ずかしい。お前じゃないよ、こっちが恥ずかしいよ、話をしていて。娘のお鶴だよ。あ、
そうでございますよね。いや、なんか聞いててね、ちょっとね、少し変だな、まるっきり変だ、まったく。お前なんざ引き取れたら誰もいやしないんだよ。ああ、お鶴がな、ああ丸の内の赤い御門の神様という立派なお大名のお目に留まったよ。今ご家来が来てな、うん、でお屋敷でご奉公しないかって話だ。お支度金の方もな、うん、望み通り取らせるってんだ。どうする、お前不承知か。まあお鶴がお屋敷にありがとうござい、嬉しいじゃありませんか。もちろん承知いたしますよ。いや、大家さんの前ですけれどもね、いや、うちは本当に貧しい暮らしをしてまいりましたでしょ。だから心根だけは貧しくなってほしくないと思いましてね、もう本当に素直に明るく育てたんでございますのよ。お前たちはいつか幸せになるんだよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、口癖にね、いつかきっと必ずと、まあ、根拠のない自信を持って生きてまいりましたけれどもね、そうしましたらあの子は本当にね、人を妬んだり恨んだりしない、まっすぐな優しい子に育ってくれまして、まあ、そのしわ寄せが全部兄の八五郎に行ってしまいましたね。もう大家さんにはね、ご迷惑しかおかけしてないんでございますよ。まあ喧嘩はするし、人のものは取るしね、本当にまあ大丈夫だ大丈夫だ、店賃なんぞ払わなくったって構わない、私の大丈夫がそんな風に使われると思いませんで、本当にご迷惑様で、ハッハッハ、本当だな。まあ兄弟でもってな、随分違うよ。うん、でそのガサツの方の兄はどこにいるんだい。あれにも承知してもらわなきゃいけねえんだから。いいんですよ、あんなものは放っておいて。いや、そうはいかねえんだよな。どこにいる、分かりませんよ、どこにいるんだかさ。うん、5日ばかり帰ってきませんからね。まあまあ心当たりは探してみますけれども、うん、そうしておくれ。とにかくな、明日の朝までに返事をしなくちゃいけねえから、見つけたらすぐ私のとこへ来るように言っておくれ。いいね、じゃい、おや、じゃい、おい、あ、八子来たな。ああ、やっと来た、こっちへ、はい、上がれ上がれ。どうも大家。いや今さ、おふくろから話あらかた聞いたよ。驚いたね、あの鶴の尼が大名の鼻に止まったって。ハエだよそれじゃ。お目に止まったんだ。そうそうそう、その目に止まったと思ったよ。ああ、丸の内のな、赤い御門の神様ってんだな。ああ、立派なお大名だよ。うん、ああ、それでな、お屋敷に奉公に上がるように言ってんだ。どうだ、お前このことについて不承知か。とんでもねえや。ああ、当たる目のコンコンチキの、うん、ああ、いいじゃねえかな。そうか、いいか。ああ、もちろんだと思うよ。ねえ、いえ、そりゃいいよ、大名だろ。名前なんつったっけ、赤いキツネと緑のタヌキか。うどんやそばじゃねえや、バカお前。赤い御門の神、そうそうそう、それだよね、いいじゃねえかよな。だってこのところ建具屋の犯行だよ、鶴のことをよ、スケベったらしい目で見やがってね、あんなもんに取られるくれだったらさ、うん、殿様にさらってってもらった方がよっぽどいいや。確かにそうだな。ああ、藩さんには悪いけれども、ああ、俺もそうだな、お鶴にはお屋敷に奉公を反映させてやりたいな。でもってな、ああ、お支度金だ、望み通り取らせるってんだが、お前いくら欲しい。なよ、そんなことあっちに来るのかい。とろいったね、あんなこと言われたって分からしねえ、こっちはさ。うん、相場はどのくらいだい。相場って言われてもな、ああ私も分からないけれども、まあお鶴のな、ああお支度、それにばあさんの手当てで、お前の方だってな、まあここだけの話、ほぼ借金があるだろ。それをこううまいこと考えて、それで決めたらいいだろ。なんだよこのうまいこと考えてってのは、なんだろ。うん、俺の借金ってな、ここのたまった店賃全部払えってんだな。バカなこと言うな、店賃のことなんか一つも考えてない。んなことはねえや、嘘ついちゃいけねえ、顔に書いてあるぜ。いいのかよ本当に。じゃあ店賃はもう諦めた。いや諦めやしねえ、ちゃんと払ってもらう。それとこれとは話は別だ。そうかい、大丈夫で、心配いられってんだよ。銭があっても店賃は払わねえから。おいおい、払ってもらうか困るじゃねえかよ。そうかい。じゃあどうするよ、決めなきゃいけねえんだろ。これでいいか。そうだな、そのぐらいあったらいいだろ。うん、な、百両でな。百両、ちょ待ちなよおい。違うよ、なんだよおい、俺今これって十両だと思ったんだぜ。これだから高えかなと思ったんだけど、百両でいいかい。当たり前だ、相手はお大名だ。お前百両でも安いぐらいなもんだよ。そうかい。へえ、驚いたねこら、どうもね。じゃあよ、悪いからさ、うちのババアもつけようじゃねえか。もうが迷惑するよそんなことは。さあ明くる日になりますと、
大家さんがお屋敷へ出向きまして百両のお支度金を頂戴し、お鶴はお屋敷へ上がります。お殿様のご寵愛がありまして、たちまちご妊娠でございますね。玉のような男の子が生まれまして、お世取りを設けたってんで、もうお屋敷は大変な騒ぎになりまして、お鶴の方様、お部屋様ってんでね、もうお大名と同じ扱いになろうという。たくまあいつは何をしてやんのかね、本当にな。嫁にやると来ねえじゃねえかよ。ああ来た来た、おい八、おせえじゃねえか。どうも大家、お懐かしゅう。何言ってやんで、まったくお前は呼びにやると来ねえんだよ。一時近く待ってんじゃねえか。どうでしゃあねえんだよからね。本当にね、しょうがねえ。何がしょうがねえだよ。用のねえ時はちょろちょろ目の前してるけど、そうそうなんだよね。ああよく会うんだよね。気も合わ。あやしないんだお前とは。そんなことはどうでもいいな。妹のお鶴だ、大変なことになったぞ。なんか人のものを盗んだ。お前じゃないや。なことをするか。ええー、わかんねえよ。兄弟だからね。お鶴が盗んだのはお殿様の心でございました。何話かみたいなこと言ってんだお前はね。バカな本当に。そうじゃないんだよ。この人とお鶴がな、お世取りを産んだんだ。そうかい。へえ。いや、そういうことはさ、お袋に言った方がいいんじゃねえか。あ、そう。なんだって言っちまったかね。鶏を、鶏じゃない。お世取り、なんだいそれ、なんだい。男のお子さん産むことをお世取りってんだ。お、あ、そうかい。じゃあ女の子産んだら、面取り。いや、鳥じゃねえってそう言ってんだろ。な。とにかくな、大変なこれは出世なんだぞ。うん。生まれた、な。そのお前子供はこれから大名になろうってんだな。今まではな、お鶴さんお鶴さんと言われていたのが、お鶴の方様、お部屋様といってな、まあ奥方様と同じ扱いを受けようってんだよな。お同じ扱い、大変なことになって、おやっと分かったようだな。そうだ、大変なことなんだよこれはな。お鶴ばかりじゃないぞ、兄弟のお前だってそうだ。うん、どうかすりゃお前この先侍になれるぞ。なお、あっちは侍に。そうかい、大家さんよ、俺実はね、侍になってみてえなと前から思ってたんだよ。え、もう大工にも飽きたからね。そうかい。え、だってあれだろ、侍ってのはよ、聞いてこう人切ったって構わねえんだよな、罪にならねえ。まあそういうことになってるな。そうだろ、俺ね常々ね一人切ってみてえなと思うやつがいたんだよ。誰だ。誰だいなんて、大家さんおめえだ。バカなこと言うなよ本当に。くだらねえこと言って。まあそれよりな、この先がすごいんだぞ。お殿様だよ、お前に会いたいとそう仰せられてるんだ。え、殿様が俺に会いて。そうだよ、こんなことは生涯のうちには一度だってないことだぞ。それが妹のおかげでそういうことが叶う。そういう方とお目通りできる。大変なことなんだこれはな。今から行くんだよ。え、今から。や、そうだよ、向こうじゃお前の来んの今か今かと待ってんだ。だからこっちは呼んで急いでるんじゃねえかよ。え、でな、とにかくすぐ行くんだ。な、行けばな、またおもくろくが頂戴できる。え、おもくろくが頂戴できるよ。おもくもく、おもくもくじゃない、つまりお金がもらえるんだ。まだ金くれんの。へえ、大名ってのよ、金をくれたがるね。だってこの間くれたじゃない。いや、あれさ、もうダチにたかられちゃったろ、とっくに使っちまってさ、今もんなしだからさ、今もらえるってとちょうどいいんだよな。あったあった、行ってくれ。おいおい待て、ハチ、お前なんでそんななりで行こうってんのかい。うん、行けない。当たり前じゃないか。え、大掃除の手伝いだそれじゃな。ちゃんとな、紋付きに袴をつけなきゃダメだよ。お前そういうの持ってるか。ああ、ありますよ。持ってる、持ってます持ってます。おい、なんだ関心なやつだな。そうかい、年中尻切り番店一枚だからさ。おお、そんななりを見たことはねえけど。あれ、物はよくありませんけどね。いや、よしよしは問わない、持ってりゃ十分だ。え、後ろのねタンスの下から3段目開けてください。私んじゃない。うん、そう、今から借りるんだよ。なんだい、そういう話か。お前が持ってるわけはねえと思ったんだよ。ちょっと待ちない。なんでうちのお前タンスの下から3段目に紋付き袴があるとお前知ってんだよ。知ってんだよこれね。でこれださ来たんだよ俺、留守だったぜ。うん、裏が開いてたから上がらせてもらってさ、目から気になってたんだよこのタンスの中身ね。しみじみ見ちゃったよ。それで分かった。あ、その時にね、あのばあさんのへそくりも見っけた。おいおい、しょうがない。おい、ばあさんダメだよ、ちゃんと締まりをしねえと物騒じゃねえか。え、まあまあまあいいや。お前の穴そっくり私の貸してやるからそれでいい。じゃあ一度な、ゆいって
床屋行って、うん、さっぱりしてこなくちゃいけねえ。あ、行ってきましたよ。あ、そうか。じゃあな、あ、こっちはこれ用意したからな、うん、着物をちゃんと着な、うん、で、着物に着たら、うん、今度はなんだ、うん、袴をつけな。へへへへ、おやなんの前ですけどもね、こんなもんつけなれねえでしょ、ねえ。あ、でも今日はほらちゃんとうめえことできたな。前の方にこう棚が来るだろ。棚じゃない、そら腰板だよ。後ろに回るもんだ。心配ねえよ。これはこう回るか、それが。え、履き替えろ、めんどくせえな。もうよし、履いた。これだったらいいだろな、ちゃんとほら腰板後ろに来たよ。うんうん、ただよ、これどういうわけなんだよ、左側だけこうビラ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 してんだからな。ばあさんごらんよ、片っぽに両足突っ込んじまったよ。それこう真ん中こう割れてんだ、片っぽずつ入れる。それも履き直せ、もうめんどくせえ。ほら入った、これでいいだろ。うん、よしよし。ちょっとさ、あのハサミ貸して。ハサミ、ハサミなんかどうすんだよ。いや、このさ、紐が長いからぶった切ろうと思って。おいおい、それ切っちゃダメだ、それは。え、ちゃんと横へこう絡げておきゃいいんだ。そうだそうだ、そう、両方やっときな。うん、おお、孫にも衣装ってけどな。ああ、いいじゃないか。ああ、立派ななりになったな。うん、よしよし。で、お屋敷は分かってるな。うん、とにかくな、あ、御門番がいるからな。うん、お広敷へ通りますとこう言うんだぞ。お広敷、分かったか。うん、黙って入ってみろ。通るとぶたれるからな。うん、気をつけろよ。うん、田中三太夫という方にな、ああ、会いたいと、そう言うんだぞ。うん、お重役だから、うん、全てを心得てらっしゃるから。田中三太夫、分かったな。うん、お広敷だぞ。あったあった。うめえことやっつけろよ。お前は言葉が存在だからな、これからお殿様とお話をするかと思うともう心配でしょうがないな、お前はな。大丈夫だよ、大丈夫って。お前はね、いいかい、とにかく言葉は丁寧にな、分かったか。うん、ああ、頭にはおの字をつける、一番おしまいは何々でな、立てまつるとな、分かったか。ちょっと待って、ちゃんと教えてくれ。はじめがおの字をつけないの、あとは何、立てまつる。うん、あ、おったてまつるだ。心配だな、お前がな。本当に大丈夫だよ、心配いらないってんだよ、ついてくるかい。じゃあ、大丈夫でしょ、できれば大丈夫大丈夫。あ、そうだ、そういえば履物を用意してなかったな。あ、履物、大丈夫大丈夫。うん、絶対ね、うん、新しいの下ろしたから。感心じゃないか。え、ちょいと見せてもらう。おい、ばあさん、これ新しいんじゃないか。まだ履いてないんだよ。あ、そうか、いいじゃねえかね。今日日がいいんだからよ、履き清めといてやるからよ。じゃあ行ってくるよ。ありがてえね、これどうもな。あ、立派ななりさせてもらっちゃったんだからね。そうだよ、まずね、お袋にこの姿見せてやろうじゃねえか。驚くぜ、あんたはね。あ、ババババいねえじゃねえか。生意気にどこ行きやがって。え、あれ、どっかで声がするね。そこだよ、井戸んとこでもってさ、みんなで踊り狂って、ハッツマーゴダイハッツマーゴダイなんて踊ってやら、しょうがねえな、まったくな。さあ、八五郎は立派になった姿をお袋に見せまして、急いでお屋敷へと飛んでまいりまして、ほら、ジョイジョイ、どう、お、待て待て、おい、ん、いずれへ通るけ。何、いずれへ通るけ。向こうへ通るけ。うん、怪しいやつであるな。いや、でも怪しいとは、もうせ、紋付きに袴をつけておるな。うん、その王は何者であるけ。人間であるけ。何を申しておる。そんなことを聞いておら、何王でここへ来たかと聞いておる。にゃ、猫ですね、まるで。いやいや、違うんだよ、あれだよ、あの、おつるがいいんだ、おつるが。おつる、だからさ、あれだよ、殿様のメカちゃん。メカちゃん、かんねえかな。だ、おつるがはらんでさ、鶏産んじゃったんだよ。つる、知らねえの、おつるっての知らねえのかい。お、おつるの方様、兄上、八五郎。おお、知ってんじゃねえかよ。そうだよそうだよ。え、うん、どうしてもらいてんだよ。いずれへ見える気。うん、あ、いつだ。風呂敷、風呂敷行くんだ、風呂敷へ。風呂敷、お広敷。うん、それも分かってんじゃねえかよ。そうだよ、そこ行くんだよ。どなたにお目にかかる。あのね、田中三太夫って人、クリキ様、無礼な言い方をしよったな。田中三太夫、人というやつがあるか。人じゃねえのよ、人には違えねえな。人と言ってはいい。田中三太夫殿、当家のご重役であるぞ。そうですか。重役だか重箱だか分かんねえけどさ、取っていいですか。んではな、飲み蔵まっすぐ行くとだな、途中にババがあるわ。その先に柳の木があるわ。その脇に井戸があるわ。そこからお化けが出るわ。まぜっかいつな。そんなもん出やせん。その先が
お広敷でござる。そうですか。えい、お、ありがとうございました。恐ろしくなまった野郎だったね、からだわね。まっすぐ行くわ、ね、まっすぐ行くよ。ああ、ババがあるから、ババ。ああ、そう、広いね、ババだ。ああ、ババ、ね、その先に柳の木ねえじゃねえ、ねえ、や、ああ、あった、こっちだ、柳の木あるね。え、井戸、井戸な、あ、井戸もあった。どこそれ。え、それでお知る、へえ、お広敷とは言ったもんだね。広い玄関だね、こら。じゃあ、待ってるわね。いねえのかな。おったてまつるよ。うん、留守かな。お、何用だ。おお、どうぞ。いたね。はい。え、どう、どう。うん。なんだ。町人か。作事場の者であれは作事場の口へ回りなさい。いやいや、ちゃうちゃう。あ、田中三太夫って、あの殿に会いに来ました。妙なとこへ殿をつけおったな。田中三太夫、道家のご重役であるぞ。その方の姓は五百三寸。背丈を聞いてごらん。その方の名じゃ、え、ああ、名前ね、え、八五郎ってんですよ。ん、八五郎ってんですよ。八丁五郎って、どんな聞き間違いだよ。え、初めてだよ、そんな聞き間違い。八五郎ってんですよ。八、お、ほつるお方様、お兄上、八五郎殿はご貴殿でござるか。そうだよ、分かった、ご貴殿だよ。ええ、分かりゃいいんだよ。ご貴殿よろしいござんすってぐらいがね。俺は失礼しますった。うん、田中氏お待ちでござる。しばらくお待ちを。入れ替わり出てまいりましたのが、ああ、どうもなかなく、田中三代有名でござる。おお、あんたか、三ちゃん。三ちゃん、先が案じられるの。殿がお待ちでござる。身について堂々いたせ。ほっ、懐かしいね。 ここでやりますか。ええ、お馬さんごっこ、どうどう。一緒に参れ。ああ、そうですか。ああ、一緒にね、はい、行きましょう。ええ、あ、ちょ三代さん、ちょっと待って。あれ、絶対大丈夫、あれ脱ぎっぱなしで。いやいやいや、大家から借り物だからね。まだ俺履いてねえんだなんてぐずぐず言うん。これ亡くなりでもしたらね、何言われるか分かんねえんだよ。あれ懐にこう入れてくとかした方がいいんじゃねえか。そんな心配はいりません。どうぞ。ああ、そうですか。どう、はい、分かりました。はい、どうします。はあ、広いね、庭ね。え、おお、こっちも庭。ああ、そう、松の木、すごいね。これね、植木が大変だから一人でね。あ、左へ。あ、分かりました。左へ。そしてこっちを右。あ、右だ。あ、分かりました。部屋もあるね、これ。こんなにたくさん。え、これ店賃いくら？家賃なぞは払いません。え、払わねえの？賃貸なし。ただ。住みてえ、これ。へえ、これはいいな。おー、あ、ここ、あ、右、はい、分かりました。ね、そして橋を渡って左へ。ちょっと待って、え、そんなに行くの？ずいぶん来た、今。え、もう、帰れない、一人で。なんだ、カタカタおしっこしとけばよかった。帰りはまた、お連れ申す。あ、そうですか、分かりました。はい、それで、え、何？ここで待って。あ、そう、分かりました。待ちます。はい、はい。待ちます。はい。おお、やっぱりね、長屋とは違う。全然違うんだ、これな。いやー、お屋敷だよ。すげえね、待って。え？シー。猫がいた。シー。え？御前前。え？御前前。そうな
んだよ。朝食ってねえの俺。腹減ってしょうがなかったんだよ。え、なんか食わしてくれんの？午前間近。ああ、もうすぐね、もうすぐ食わしてくれんの。殿様のお部屋。控えなさい、三次控えなさい。引き返る。土玉を下げ、え、土玉を下げ、え、土玉、いたいたいた、乱暴だなお前。頭って土玉って分かるかい、そんな言葉がよ。長屋の人間が頭気圧下がってるのにダメなんだ、そういうことは。喧嘩になるんだ俺たちはよ。取りやめてもらいてえな。三次そこに控えなさい。申し上げます。お鶴の方様お兄上、八五郎殿、鬼控えおります。愛の襖が開きますと一段高いところにお殿様。鶴の兄八五郎とはその方か。余は赤い御門の神である。苦しゅうない。地公より表を上げ。表を上げ。三太夫、いかがいたした？何をしておる。表を上げろ。え、表を上げろ。無理だよそれ。こんな大きな表一人で上がらねえから、五六人が連れてきて。そうではない。頭を上げるのじゃ。あ、頭とさっき下げたけど今度は上げるんだ。ま、ちーちゃん上げたりさ。分かった、上げる、上げりゃいいんだ。分かんねえからこう。あちゃ、おいおい待てよ。すげえもの見せられちゃったな今。お前頭上げたら目の前がピカッと光ったぞ。鶴が男子出産をいたし、世が世継ぎである。世は満足に思うぞ。その方はどうじゃ。その方はどうじゃ。即答、即答。これ何をしておる。即答ぶて。え、即答ぶて。ぶていいの。早くぶて。なぜわしの面体を打つ。これこれ、そこ二人何をいたしておるのじゃ。乱暴をいたすな。何、即答ぶてとそっぽぶてとを間違えた。三太夫、間違いじゃ、許して使わず。なぜわしの面体を打つのだ。お答えを申し上げるのだから言ってくれなきゃ分からないってんだよね。だって言うだろ、急いで。そっぽぶて、そっぽぶてっていいのかって、いいって言うから、だからやむなくやったんだよ。勘弁してくれよ本当にさ。え、で何をすんのこれ。どうしたらいいの。え、なんか喋るの、話していいの。切られない俺、大丈夫。大丈夫、親から聞いてきたよ。え、うん、おったてまするんだから。分かってる。お殿様で立てまするか。私ことは八五郎様で立てまする。立てますれば立てまするとき立てまする。鶴がおよとりを立てますれば、メスなら面取り立てまする。大家がお屋敷へ行けばおもくもくが頂戴できると言うんで、いくらぐらいくれるのかと聞けば、50両は硬いのではないかと。では向こうではないかと立てまつってきたわけで、立てまつるでゴンスで立てまつる。この者の申すこと世には一向にわからが。殿はお分かりがない。そりゃそうだよ、俺も何言ってるかわかんねえんだからさ。その方、世と話し合いにより言葉を丁寧にいたすよう申すかってまいったな。本日は無礼講じゃ、法有に物申すようにと伝えよ。はあ、ありがたき幸せでございます。え、何、ありがたき幸せでございます。ちょっと一人でありがたかったり幸せかったりしねえでくれよ。教えてくれ、ちゃんと。わからないよ。え、何が。友達と
喋るように話せ。ええ今誰が言ったのそれ。殿様が言ったの。本当に苦労人だね。言えないよそんなことは。えそうかい。じゃあしびれてるってしょうがなかったんだよ。ちょ、おい、なぜ油をかく。三太夫控えておれ。どう殿さん、ありがとうございます。あしは八五郎って言います。ええ、妹は赤ん坊産んで、ええ、よかったなと思います。もうね、長屋じゃあれですよ、親はじめもうみんな喜んでますから、本当に。ええ、でおつるを可愛がっていただいて、ありがとうございます、よかったなって思います。お喜び申し上げます。その方は笹を食べるか貧乏してきましたんでね、いろんなものを口にしました。でも笹っぱ、違うの、酒を飲むかって聞いて、酒、そうなの今、酒でしたらね、浴びるほどやります。そうか、では全部の支度をいたせよ。どうしたの。なんかみんな立ち上がって出てっちゃう。なんかしくじった俺。一緒に行った方がいいの。行かなくて、どっち、わかんない。戻ってきた。宴会が始まる、これからみんなでわっ、宴会じゃないの。何こっち、自分だけ。俺一人。いや、ちょっと待って、置いてかないで、みんな、ちょ、ダメだ、ちょ、これ、こんな食い切れない、こんなに。いや、だってさ、塩つまんだら5合ぐらいやっちゃう男だからさ、これもったいない。いや、せめて半分にして、いや、今言ったでしょ、全部の支度いらないから、半分でいいからさ、なんでこ、もうね、殿様、もう、見え張るのよそうよ。お互い懐を継ぐは苦しんで、何をしておる。三太夫、控えておれ。この者に、釈放して取らせよ。ああ、そうすか。すいません、どうも、なんか、こんな自分一人で。あ、すいません。うわ、杯これ、金巻屋で、すごいっすね。あとお釈してくださんすか。すいません、どうも。おばあさん、これ、おばあさんとはなんだ。なんだよ。おばあさんじゃねえの。当家のご老女。おばあさんとご老女は違うの。違わないが、そう言ってはいかんのだ。そういうね。すいません、ご老女のおばあさん。そうすか。酒入れたら綺麗だね、この杯は。キラキラ光ってやんだから。なみなみすみません。じゃあなんか足だけなんですね。殿さん、すみません、頂戴いたします。うめえ酒だね、これ。こんなうめえ酒、俺やったことねえよ、俺。俺一合いくら。これ来た。おお、なんだよ、三太夫、控えておれ。控えておれ、三太夫。こぼれるよ、酒が。すきっぱらのところへ、この大杯でもって五、六杯は煽ったもんですから、すっかり酔いが回りまして。どうすんやん、今日は。ありがとうございます。すっごい酔っ払っちゃった。本当のこと言いましてね、今日は来たくなかったんですよ、ここへね。大名と付き合うとね、仲間内の付き合いが悪くなるんですよ。いや、あれなんだろうなってこう考えてたらね、あれね、きっと焼き餅だね。そう思った。男の焼き餅やね、みっともねえと思ってね。
ああ、こんなの着せられちゃってさ、こんなもんも着たくなかった、ここへも着たくなかった。いやでも来てよかった、今日ほんと来てよかった。そうって角様、私はこんな男でございます。あれですもういいやつですよ、これで。あの本当に腹の中何にもないんですよ。だからね、あの飲みに行くと分かります。何が分かるって、殿様に感情を払わせませんから。本当そういう男ですよ。だってね、何でも言ってくれ、私はもう殿様のためだったら何でもしますから。本当にその代わりおつるをよろしくお願いします。本当にこんなさ、つるさは可愛がってやつがい、よろしくお願いします。どう、皆様よろしくお願いします。どうよろしくお願いします。ご老者のおばあさんもよろしくお願いします。お願いします。あ、そちらお女中さんもお願いします。いつから、最初から、いや、あんちゃん気がつかなかった、お女中さんだと思って、いやー、なんて綺麗な、何しちゃってバカ、おつる、これ様無礼者。なんだよ、おいおい、何が無礼だよ。妹に話しかけて何が無礼なんだよ。お前妹だよな、間違って、間違ってねってそう言ってんじゃねえか。え、それさ、いい子でしょ、ね、本当にね、いい子なんですよ。もうね、本当によかったな、今回男の子産んでよくやったな。もうね、明日は兄弟ですけど全然違いますから、もう同じ生き物だと思わなくて結構ですから。でも同じおふくろから生まれたんですよ。そのおふくろがね、喜んでた、喜んでましたよ。長屋のババア連中と一緒にね、初孫だ初孫だ踊り狂ってやんですよ。おいって声かけたら、うちへ戻ってきてね、パーンってね、うちへ入った途端ですよ、下向いて黙りこくっちゅうやってね、目に涙いっぱい溜めてね、会いたいねって言いやがってね、みんながめでてえめでてえって言ってくれる、めでてえには違いない、でもその娘とも孫にも会うことができねえ、身分が違うってのは分かってた、でもこんなに辛いなんてな、分かってなかった。人には見せませんよ、あっしにだけ。おふくろがね、ベー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 泣いたんですよね。なね、おふくろ見たの初めてでね。そのさ、すいません、あしね、無礼な男ですよ。だから無礼ついでに言うんですよ。お願いします、あのおふくろにね、墓も抱かしてやってもらいたい、いっぺんでいいです。いやもうたびたびじゃもうあの邪魔ですからこれ。本当にいっぺんでいいんで、こう、ダメですかね、もうね。おふくろの泣いた顔がこっから離れないんですよ、私は。いいんですか、今さっちゃんいいって言ったよね、殿様ね、本当ですか、ありがとうございます。鶴、よかったら来るよ、おふくろ。いや今日は来てよかった、ありがとうございます、本当に。なんか湿っぽくなりましたね、酒が。すいませんでした、どう。
あのちょっとねえ、気分変えて歌でも歌えますかね。お、何か沈下があるか。男ですから、ま、え違うの、何沈下、あ、珍しい歌があるかって言ったの。あ、どうですかね、珍しいかどうかよくわからないですよ。ドドイツなんて、どうですか殿様。ね、どうしましょうね。あ、こんなん、あの、三日月はってね、三日月は痩せるはずだよ、ありゃ闇上がり、それに逆らうホトトギスなんてな、どうですかね。おお、さようか。ああ、どどいつ聞いてさようかってのはないよ、それ。さんちゃん、誰でもっと遊ばせなきゃ、殿様。あ、違うんですよ、あ、殿様ね、こういう時は違う。こう、ようようとかってね、こう言うといいんですよ。ええ。あの、ね、あとね、何があるかな。いろいろあるんですよ。ええ。ね、ええ、この酒をってね、止めちゃやだよ、酔わせておくれ、まさかシラフじゃ言いにくいなんてな、どうですかね。よー今聞いたんだ、じゃ父さん、よーよってこんなカッチンコッチンなよーよー初めて聞いた。でも言ってくる、ああ、みんな笑って、お嬢ちゃん、もうみんな笑、おばあさんもいれば吹き出して笑って、すごいね、これね。いやー、言ってくる、嬉しいね、これね。もうね、どっか行きましょうよ、トノコ。こいつま、無礼な、なんで。三太夫、控えておれ。控えておれ、三太夫。そのさ、さっきからうるさいんだよ、このおじさん。人の袖を引っ張ることばっかりを生きがいにしてね。もうちょっとやめてほしいな、もう。あのさ、もう三太夫、その方には切腹を申し付ける。面白き男である。この者を抱えて取らすぞ。これから八五郎が出世をいたします。メカウマおめでたい一席でお開きでございます。ありがとう。今夜はですね、新作をやらせていただくんでございますけれども、祖父の小さんが、山田洋次監督と作った、落語でございます。まあ、私もまだ回数を重ねておりませんので、お客様の胸を借りてというような、そういうところでありますけれども、まあ考えてみれば、初めはみんな新作ですから、古典落語もですね、いつできたかというだけの話でございますから、そう考えると、まあこれも、もうすでに古典化が始まっているような、そういうところはありますね。何人かのもう落語家がやっておりますから、そうすると、まあ、古典だと言ってもいいくらいなもんでございますね。もうあと50年100年経てば確実に古典です。でも100年経ったら、私も皆さんも確認は取れません。もうそれは仕方ありませんね、100年後のことでございますから。ですが、そうして話が、残っていく話だろうと、私もそう思って、今夜やらせていただくわけでございますね。よく昔の言葉にクール街というのがありますね。あ、この場合の昔って難しいですね、表現がね。古典からすれば大層新しい言葉になりますが、ですが今という時点で言うとクール街ってあまり言いませんね。まあ、クールっていうと、まあ、冷たいって意味がありますけれどもね、まあ、クールっていうと、まあ、頭がいいとか、もちろん褒め言葉で使うんですよね。今で言うと何でしょう、イケメンということになりますかね。クールガイ、つまりやっぱりこうあんまりこう表情に出さないっていうところですよね。ポーカーフェイスってことを言いますけれども、まあ、そういうことなんだろうと思いますね。落語家にはそういう人あんまりいないですよね。あんまりポーカーフェイスの落語家ってお客さんを見ていてもあんまり楽しくないでしょうね。ものすごく表情に出さないという、まあ、そういうキャラクターで出てくるならいいですけれどもね。ところが私も何人か弟子を持たせていただきますとね、
ポーカーフェイスの弟子ってのは来ましたね。これはね、なかなかその彼の思いを分かるのにはね、難しい問題がありますよ。何しろ察しなきゃいけませんから、こっちがね。でとにかく言葉が少ないんですよ。一番最初は同感という話を覚えさせるんですけれども、そういう古典落語を、その彼のやった古典落語を聞くまで1行以上のこう文面を聞いたことがないというですね。もう大体はい、これで済むんですね。師匠との会話がそれだけで終わっちゃいますからね。だからまだはいとかいいえとかそうですとか言ってるじゃよかったんですけど、これ春先のことで、私が花粉症なもんですからね、その日その弟子がカバンを持って、僕の住んでるマンションのエレベーターに乗って1階まで降りるという、7階から1階までの間ですよ。その密室で僕は花粉症なもんで、そのひどいなっていう話を弟子になんとなく世間話でしてたんですよ。もう大変だ、朝からずいぶん今日はねずいぶん飛んでるよっつったら、その弟子がその密室でうんって答えたんですね。鼻息で返事をされたってのは初めてですよ。あんまりね、師匠との会話で鼻息で返事をする弟子ってのはないですね。もうちょっとそういう意味ではもうポーカーフェイスを超えたものがありますけれどもね。だからポーカーフェイスってものの語源は当然何かって言えばあれですよね。そのいいカードが来た時に、喜んだり、その表情を出さないっていうことで来てるわけですもんね。だからそれも私には向かないですね。すぐこう出ますからね。あちらの小話にこんなのがありますね。ある家で犬を飼ったってんですね。利口な犬で、お手とかね、いわゆるそのお座りとかそんなものはもうすぐできちゃう。どん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 いろんなものを覚えちゃって、もう言葉が分かるようだ。そうなると電話もすれば新聞も読むってんですね。天才犬っていうことでしょうね。である日のことを、近所の人がうち夜遊びに来て、その犬を見て驚いたっつうんですね。いよいよですね、もう家族でその犬が混じってポーカーやってたっつうんですよね。あれ驚きますよ。いやーすごいね。とうとう何、ポーカーやるようになったの？ところが飼い主はそれ聞いてあんまり喜ばないですね。そうなんだけどね、やっぱり犬だね。やっぱりダメだね。どうして？いやだってさ、いいカードが来ると尻尾振るんだもん。こういう話があるんですね。神田錦町に住む甚兵衛さん、この人は生まれながらの小心者でございますね。もう商売はと言いますと、親父譲りの古道具屋ってことになっております。古道具屋さんというものはどうやらなんですね、こう少しぐらいこうずるいところがなくっちゃうまくいかないそうでございますね。で甚兵衛さんは、お人よしでございますからね、どうも向かないんでしょうかね。商売がうまいこといかない、損ばかりしているんですね。困った時の神頼みってことを言いますね。人に勧められて霊験が新たかな、江戸で信仰を集める成田の不動様へ、商売繁盛の祈願。さあ朝早くに神田を立ちまして、水戸街道を千住で東に折れて、その日は浦安止まり、翌日成田に入ってまいります。でその次の日、成田山新勝寺へ片通りの参詣をいたしまして、どうも不動様、お願いでございます。どうかご利益をいただきとうございます。私は甚兵衛と申しまして、もう正直だけがとりあえずもう今日まで勤めてまいりました、商売をしてまいりました、そういう男でございます。どうかご利益を、そろそろ私もいい目を見とうございますんでお願いいたします。もうご利益をいただきました暁には必ず、お礼参りをいたしますんでどうかお願いでございます。この通り、ご存知かもしれませんけれども、私の仲間内にですね、五兵衛という男がおりまして、これはもうですね、悪いやつでございます。去年ですね、かみさんが、難産をいたしまして、その時にですね、お稲荷様に、お参りに行って、うまく、出産の暁には、大きなこの鳥居を寄進をいたすんです。こういうことを言っておりますんで、いやお前銭もないのにそんなことができるのかと私が言うと、小声でやつは、いやこうして敵を騙しておいてその隙にうんじまえばいいんだ、こういうけしからんことを、もう抜け抜けという男でございます。私はそんなものとは違いますんで必ずお礼参りに伺いますんで、どうかお願いいたします。この通りでございます。お願いいたします。お願いいたします。さあお参りを済ませますと、人手で多い門前町は素通りをいたしまして、
一路江戸を指して歩きます。旅日和と申しますか、秋の空気持ちよく晴れ渡りまして、街道沿いの田んぼも黄金の海でございます。さあ朝から歩き詰めの甚兵衛さん、いささか顎も出てまいりまして、いやー食べれた、よく歩いたね、腹も減ったよ、どっかで弁当をと思うけれどもな、どっかに家がねえかね、何にもないねこれ、おあったよ、百姓屋、へへへ、汚ねえ家だねあらね、汚くったってな、行けば茶ぐらい出るだろうからな、行ってみよう、ごめんくらい、ごめんください、おいおい、旅のもんなんですけれどもね、ちょっと弁当を使わせてもらいてんで、軒先をお借りしたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。おお、いいだよ、そっから庭さ入ってくれ、弁当使ったらよかんべよ、今ちょうど誘惑とこだ、茶を持ってってやるでな、どうもありがとう存じます。お、奥でおかみさんが寝てだ、お腹が大きいんだ、海好きだね、どうもお邪魔いたします。さあ、いやあ、くたびれた、いやいやいや、腹が減ったね、これはどうもね、いや考えてみたらな、いつもそうだよ、店にいてね、大して腹なんか減らないよ、一日店に座ってタバコふかしてんだからね、減らねえことはねえけれどもね、腹が減るってのはこういうことなんだよな、タバコばかりふかしてな、入り悪い仕事で、ありがてありがて、こういう時にね食べるとね、味が違う、握り飯がね、なんかこう腹へしみるね、どうもおかみさん、ありがとうございます、おめでたで、大変ですね、もう、バンチャで結構でございます、うちでもね、いつもこれですから、もう色さえついてるらね、こっちのもんで、どうもすいません、どうも、ありがとうございます、青い空のところへな、熟れた真っ赤な柿がなって、まるで絵だね、またまあ、今年は大根の出来がいいんだね、さわやずらーっとね、干しちゃうんだから、ずらーっとね、こっちもずらーっとしたもんだね、なんだあれ、竿が足りなかったのかね、変なハゲちょろげな棒を引っ張り出してあんなもんにまで干してるよ。でもね、大根はいいよね、たくあんにしたってね、交互にしたっていいんだ、なんだよ、あれ、サホじゃねえよ、歯がくっついて、あれ、薙刀か、変なもの引っ張り出して大根をしてやんな、あれ、まあな、考えてみりゃうちだってな、刀で薪割ってんだからな、同じようなもんか、そうだよ、思い出したよ、あの刀、あれ五兵衛の野郎だよ、あいつに売りつけられたんだよ、これはね、きっとね、掘り出し物に違えねえよ、買った方がいいよ、損はしねえよ、ひょっとするってえと政宗かもしれねえ、何を言ってやんで、あんな薪も切れねえような政宗があるかっつうんだよ、こっちは奮発して五両出して買ったんだぜ、まったく冗談じゃねえや、そう岩田の隠居がね、あれがもらったあの南蛮の壺、あれもそうだよ、五兵衛がうちの店来てケチつけやがって、なんだこんなものって、俺がお前なもらってやるから、二両で売れってやん、あんまりしつこいからよ、じゃあってんでこっちは二両出して野郎に売ったら、あの野郎その足でもって松平様に五両で売りつけに行ったってんだよ、バカにしてやらあんちくしょう、後からその話を聞いてこっちは腹、やめようやめよう、どうだよ、こうしてな
お不動様に旅をしてるってんね。冗談じゃねえ、こんな商売の愚痴なんてこぼしてる場合じゃねえ。それより目の前の景色を見ようなあ。こんないい天気でさ、気持ちのいい日で、え、どうだよ、はあ、庭のあるうちってのはいいもんだな。年取ったらやっぱりこういうとこに住みてえもんな、はあ。日がない一日な、朝っから、え、夕暮れ時までぼんやり庭を眺めて終わる一日なんてな贅沢だよな。うん、いいじゃねえか、はあ、立派なイチョウだ、うん、え、ほら大きいね、はあ、よく黄色く、まあ色はついたね、イチョウの葉っぱってのは面白いよ。くる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 回りながら落っこっつくんだからね、はあ、うん、うん、なんだあれ、え、イチョウの葉っぱ、あの物押しに触れたら二つに割れて落ちたよ。イチョウの葉っての二つに割れるかね、なんだよな、うん、うん、今柿の肌だよ、やっぱりあの物押しの先に当たったら蓋、あ、そうだよ、あれ物押しじゃない、何なただよあれ、え、おうおうおう、よく見ればなんかあそこの歯の下だけ葉っぱがみんな二つになって落っこってるね、なんだあれ、あ、トンボ、あのトンボがあの歯の先へ止まったらどうなるかね、え、ああ、うまいうまい、あ、うまいうまい、よっ、あ、おっ、おい、はいはいはい、なんだこれ、トンボが真っ二つになったじゃねえか、え、なんだよこのなぎなた、冗談じゃねえぞおい、大根したらこのままキセルこれ、おい、おーと、キセルが真っ二つだよ、はいはいはい、なんだよこれ、このなぎなた、お前ただもんじゃねえな、これ百姓どうしてんだよ、ああ、いいやんばい、寝てるね、ちょっとこれ、目を確かみてえな、これみんな、いやこれみんな下ろすと大変だな、あ、そうで、これちょっと先っぽ抜いたらどうだよな、ああ、これ随分錆びやがったね、これは、あ、こうして、めくんや腐っちゃう、よっ、あ、取れた、よしよしよし、勝負だな、これ、ああ、錆だらけだこれ、ああ、さ、魚だ、魚って字だね、その下は切る、切るだ、え、ここは九、九じゃねえ、あ、丸、丸か、魚切る丸、魚切り丸、魚切り丸、これお前亡くなった親父がよ、俺ガキん時で散々聞かされたやつじゃねえか、備前の国のある刀匠が、え、刀を作る名人だって、こしらえた刀、え、川へ突っ刺しといたらそこを取った、え、泳いできた鮎が頭から真っ二つに割れて浮かんでった、それからその刀のことを魚切り丸と目を入れるんだ、 その刀匠が掘って好きな刀をまた魚切り丸と入れるようになったって、そうだよ、親父はな、その刀を探そうって随分骨折ったけど結局生涯見つからずにそれで死んじまったってんだよ、はあ、こんなとこでお目にかかると思わなかったな、これ、え、ああ、いいね、手が震えてきたよこれ、はあ、よったなこれな、どうするかな、はあ、これはお不動様だよ、え、こんなに途端にご利益があると思わなかったな、ほら、これ驚いちゃったな、これな、ああ、ここで落ち着かなくちゃいけねえ、俺はいつもここで失敗するんだよ、あ、はあ、ダメだよこれね、もう爪が甘えんだからな、どうしようどうしようどうしよう、まずはね、寝てるからね、これ戻そう、まずな、戻して、あ、腹読まれちゃいけない、とにかくな、落ち着いて落ち着いて、あ、ここで落ち着かなくちゃいけない、あ、どうしよう、あ、あのお役所、もしお役所、うん、
なんだい、寝てるとこ起こしてすまなかった。うん、あのちょいとねつまんねえこと聞くんだけど、あのさ大きなイチョウの木がそこにあるね。うん、そのこう下にあるあのね大根をしてるサウマあるじゃねえ。おう、なぎなたか。お、知ってんだね。おう、あ、あ、あれ何あれ、なぎなたってもんかい。なんだおめえさん知らねえだか。先っちょに歯がくっついてるだんべ。ああ、確かにね、あ、なんかこう ついてるなと思ってましたけどね。あれなぎなたってもんで。ああ昔な、あれ振りまして侍が人を切ったっちゅう話だ。今年はさ大根の出来が、ああ鋭角よくってな、ああ竿が足りなくなっちまったから今朝納屋の奥から引っ張り出してあれの干してたよ。もうよく切れんだあれ。うん、大根のな葉っぱ先るなちょうどいいんだあれ。ああ、あれがどうかしなすったけ。ええ、いや、ものは相談でございますけれどもね。ねえ、いや実はね、こっちは慣れねえ旅をしましてね、もう足が痛くってしょうがねえんでね、なんかこう杖をね、杖代わりになるものをと思ってね、さっきから探してたんでございますよ。で見たらね、勝手にさせてもらったんですけど、こうね太さといい握り具合といいね、まことに棒がね、なぎなたですか、もうちょうどいいんでね、あれよかったらね手前に譲ってもらえないかなと、こう思いましてね。いやいや、もうね杖代わりなんでね、柄の方だけ、歯の方はどうだっていいんですよ。あんなものはね別にね、あんなサビイワシね、どうだってしょうがねえんですけれども、まあお宅だってねこうついてるもんだから置いとくってのもなんですからね、まあついでにもらってきますけどもね、まあ、うちもナタがねちょうど切れなかったもんだからね、まあうちでナタ代わりにねあれはまあ使うかなって、まあ、そんな感じ。ただ欲しいなんて厚かましいこと言わねえんですよ。もうそれ相応のね、銭は払えてえとこう思ってますんでね。どうでしょうねお役所さんね。じゃあ何け、あの腐れなぎなた銭出して買うって話か。棒がねことにまあ杖にねいいんでね、あらもらいてえなと。あんなものはただ持って行ってもらって構わねえんだからさ。いやただおめえ様がね、その銭を払いたいっちゅうんであればな、喜んでもらうだと思う。おお、そうすか、それはよかった。いくらで。いやなんだの気持ちでいいんだ。気持ちって言われてもね、こっちも決めてもらうとありがてんですよ。まあまあその10文とかね、20文とか、いやもっと高くたって構わねえんだけれどもね。そうけ、じゃあほらに、旅の人ちょっくら待ってください。奥でかかあが呼んでますんでな。いいでどうぞおかみさん、奥行ってらしてください。届いたね。気持ちでいいときた。やっぱり知らねえんだね。20文じゃさすがにかわいそうかな。一瞬も張り込むや向こうはびっくりするだろうな。どう言ってな、サビイワシだって動き丸だよ。右から左に塗り飛ばしたってね、30両は硬いよあれは。30両で、ね、30両ありがてえな。これはもう不動様のご利益だよ。生涯足を向けて眠れねえね。ありがてえありがてえ、不動様ありなんだよあの亭主、かみさんとなんか耳打ちしてるようでなんか話してるね。お前騙されてるでねえか。なんで俺は騙されてる。そうでねえか。あんな重い菓子の棒、杖代わりに銭出して買うバカどこにいるべよ。だからあの人は言ってんだよ、あの棒がことに気に入ったからって。だからお前はどま抜けだってんだ。そうでねえか。あんなものをな買うバカどこにいる。釣り出しておかしいでねえか。そんなものいくらだってそんなもう、杖ならもう怒ってるでねえか。その木なんだ。危ないぞ江戸の人間はな、人を騙すっちゅうんだ。もうね騙されちゃいけねえ。おめえは何でも人のこと本気にするからいけねえんだ。あれだってもしかしたら値打ちもんで安く買い叩いて他で高く売るかもしれねえ。江戸の人間はずるいっちゅうんだ。腹が黒いんだから気をつけろ。ほら見ろあの顔、作り笑いを浮かべて。危ねえぞあの顔は。よく見てみろあの顔。ほら見ろ、もうずるさが溢れてとる。あんな危ねえ顔。お、横向いちまったよ。あれ
まずいね、これ。気づかれちまったかな。そうだよな、これな。ああ、二人で疑った目でこっちを。ああ、弱ったな、これはどうもな。うまくやったつもりだったんだけれどもな。百姓だと思って。はあ、こっちは油断したな。まだ何か言ってるな。いいか、向こうがなんぼと切り出すか知らねえけれどもな。これだ。あ、三部より下に負けちゃいけない。母ちゃんバカなこと言うてねえよ。三部ってあんな腐れなぎになった。三部は高し、声が高い。ふっかけてみろっちゅう話だな。それで向こうがいいっちゅえば、それで儲かれてねえかな。いいか、それでも向こうがな、負けてきても二部だぞ。それより下は負けちゃいけない。だから母ちゃん、それは無理だって。あんな放っちゃったって買うやつはいねえんだよ。それは失敗だ。本当に勝負ってね、そういうもんじゃねえだな。気強く持って、ほら見ろ、腹大きいんだな。おめえも腹大きく持ってな。負けることはできねえぞ。三分だ、分かったな。ダメだからな。とうとう指出して銭の勘定始まっちゃったよ。とてもじゃねえけど一種や二種じゃ買えないだろうな。一両や二両ぐらいのこと言うか。でもな、あの神さんの欲深そうな顔だからな、もっと高いこと言うかもしれねえな。そうか、あのカカアは魚切丸だってことを知ってるんだね。そこに気がつかなかった、ちくしょうめ。じゃあダメだ。そうだ、十両ぐらいのこと軽く言ってくるな。いや、素人でもそうだ、二十両のことは言うかもしれねえ。それでもいい、こっちは三十両に潤ってんだ。十両儲かる、十両だって儲かる。あ、帰ってきた。あ、どうも。おかみさん、なんかおっしゃってたようですけど、なんかありましたか。いやー、それがな、旅の方、かかあの言うのにはな、じいさまの出から大事にな、納屋にこう置いといたもんでな、その簡単に売るっちゅうことができねえって話なんだよな。まあそれでもね、あんたがどうしてもっちゅうことであればな、まあ譲らねえこともね。いやだからね、最前から申しますようにね、こっちは杖代わりにまああれをねもらいてんで、もうね、もう惚れ込んじまったんでね、多少根の張るのはしょうがねえと思いますけれども、張るだよ、大いに張るだよ。そんなに、ああぶったまげてひっくり返るでねえよ。いいか、これだ。えさ、おい冗談じゃねえな、おい。三十両っていけない、やっぱり知ってやがったね。おい、ちょっと待って。お役者さん、それはね、ちょっとボリすぎだ。それはいくらでも高すぎる。相談べ、俺もそう思うだけだ。そうでしょ、ちょっとね、落ち着いて考えてほしいんだよ。いや、それ気のいいクズ屋だってね、そんなね、じゃあね、これ持ってってくれませんよって話で、そらね、いや、だからね、もうこっちもね、もうガキみたいなもんでね、しょうがねえんだ。もう欲しいとなったらね、ガキの自分からそう、もうどうしても欲しい。ね。で、そういうことをやってるうちにいつも損をするんだよ。だから、あの、こっちもね、張り込みよ。これでどうだ。な、いいだろ。これでどうだ。ありまー、そんなに張り込んでくれるのけ。いや、だったらほら、ジャンジャンや。ダメだ、旅の人、見てくれ、母ちゃんあんな怖い顔してるんだ。俺はもう母ちゃんに頭が上がらねえんだ。俺は養子だから勘弁してくれな。やっぱりこれ、おい、ちょっと落ち着いてくれよ。え、いや、そらね、そんなね、あんなこう錆だらけのね、物押し竿、え、この値段じゃ江戸へ持ってったらね、螺鈿巻き散らしたね、ソウル市のね、物押し竿が買えますよって話だよ。いや、そらね、お前さんがね、おかみさんを怖いのは分かる。でもね、よく考えてくれ。ねえ、おかみさんもこんな海好きでお腹が大きくって頭の薄になってんじゃねえのかね。だからよ、お前さんが落ち着いて考えてほしいんだね。いや、だからさ、こっちもね、お不動様に縁があってこうして寄ってね、だから、そのなんだよ、ね、生まれてくる子供のためにね、あとこれだけだぞ。これにこれどうだい、え、どうだい、これにこれなら文句ねえだろ。ありゃまあ、そんなに張り込んでくれて、まあ俺は、はい、やっぱりダメなんだ、ほらな、俺はもうここで生涯生きていくって決めてるから、もうとてもじゃねえけどやっぱりこれ、だからさ、もう夢見てんじゃねえだろうね、あんたね。え、よく考えて、指をよく見てほしい。これにこれ出すの、これにこれ出せよ、おい、ダメなのか、おい。ああ、じゃあ、いや、やけだ、俺
もやけだ。これ出す。これにこれだ。どうだ。え？これにこれだ。え？文句ねえだろこれだったら。え？どうだい。これ。おいおいおい。おいダメかおい。ああこうなったら。え？清水の豚から飛び降りたつもりだ。もうこれ以上無理だ。もうこれより無理だ俺。な。これ出す。どうだ。いいだろ。え？これ出すんだぜおい。あもうあじゃあもういいですなかったことじゃあもうこれで失礼。おお待って待って。おい食べろ待て。おい。本当に出すか。これだよ。出すのか。出すな。母ちゃん。もう手打った。いいだろこれで二分出すってんだから。二分だ文句ねえだろ。二分。二分ってなんだ。じゃあこれ。三十両じゃなくて三分。そう、二分だ。そう、変な笑い方して、どうせ笑ってんじゃね、泣いてるんですよ。なんてそうで。だってね、あんたね、もうただだ、サビイワシのね、あんたたかだかボッケ。二部という大金を出さなきゃいけねえなんてことだ。もう我ながら自分が情けねえと思って、ほらもう泣いてる。無理もねえよそらな。そんなに泣くほどつらかったらやめたらええんだから。俺はな、裏を竹やぶ行っていくらでも気切ってきて、いやいやもう結構結構、うん、と買うと決めたんでね、買わしてもらいますから。なんか気の毒な、気の毒ってことあります。ちょっと待ってください。お支払いいたしますからね、二部という方さん、昨日変わらないうちに、はい、受け取って受け取ってください。うわありがてえな、こんな銭もらっちまってこっちは。いやそうかね、これな、夢みてえだ。こっちも夢みてえだ、本当に。夢なら覚めねえでもらいたい。あの品物をね、早いところで、ありがとうございます。いやごめんくださいましが、ごきり悪か、二分。ごきり悪か、二分で返せって。あれ、まあ、変な泣き方して言っちゃった、あの人はな。さあ、ちんべえさん、江戸へとにかくこれを早く持ってって金に変えたいってんで、焦ったんですね。走りまして。わらじのね、紐がぷっつり切れたんで、履き替えよう。たまたま横を見ると、お地蔵さんがありましたんでね。そこにこう立てかけて、ポロンと何か落ちて、お、なんだこれ、うん、おっと、お地蔵さんの鼻が、あっ、ちょ、くっ、ちょ、わあ、ダメだこれ、うん、うん、わあ、えらいことしちゃった、石まで切れると思わなかったこれ、あ、どうもすいません、そうそう、大変なことをいたしまして申し訳ありません、必ず江戸に帰りましたら新しいのとお取り替えをいたしますんで、えらいことになったこれはどうもな、どうしようと、そうだ、これはお稲荷様の、うん、お不動様の、これお告げに違えねえ、えらいことになったからな。そうだよ、五兵衛と同じだと思われたんだよ、ね、これ大変だ、お不動様ね、これもうただで買っちゃいけねえからね、そうだ、すぐにお礼参りに行こう、それがいい、お礼参り、そうだよ、今から行けばな、はあ、もう、戻る時なら船橋あたりまでは着くだろうからな、よし、早い方がいい、こういうものはな、えらいことになったからどう、そうだ、こんな物騒なもの持ってちゃね、大変だから、さっきのうち預けていこう。ごめんください、ありま、ああ旅の人どうしなすった。実はね、成田にね、あの忘れ物したんですよ、あのこれから取りに行きたいと思うんで、ちょっとその間これ預かっといてもらえて、ああええー、だろう、で誰にも見せないようにね、いいかい、これあの絶対誰も見せないように、ちゃんとあの奥にしまって、ああ大丈夫だ大丈夫だ、うん、ほら誰にも見せねえ、しまっておくからよ、行ってらっしゃいましよ、行ってまいりますってんでパーッと走って成田の方へ。いやー母ちゃん、ほら気がとがめてなんねえな。だって相談べよ、あんなほっちゃっといたってな、拾い手のねえようなもの二分も出さして返しちまって、私もなんかね悪かったなと思ってね。だってそうでしょ、江戸の人はさ、みんなさ腹黒いって聞いてたから、え、うん、きっとあの人も悪い人だろうと思ったら、そんなに悪い人じゃなかったね。どうだ母ちゃん、土産に大根でも持たせてやるか。そんなもの荷物になんねえか。それもそうだな。あ、そうだ、何、あの人杖にするっつってたろ、あれに手入れてやったらどうだ。
父ちゃんたまえな。そうだろう、あの人きっと喜ぶよ。人の喜ぶことするってな、こっちもなんだか嬉しいもんだな。そうだね父ちゃん、ノコギリ持ってこい。え、さあ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 、こっち押さえてくれ。さあさあ、これだこれだ。なあ、あの人喜ぶな。この辺でいいか、この辺、ここかな。うん、スク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 。ありま、なんでこれ硬いね、この木は。びくともしねえのこれ、どうもね。スク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 。さあ力任せに切ってしまいますと、母ちゃん思いついて、これ紐つけたらどうだんべんか。まあ父ちゃんはもう気が利くんだから冴えとるね。そうか、お俺のこと見直したか。見直したよ。もうこの子が生まれたらすぐ二人目作るべ。母ちゃん、そんなこと言われたら俺は赤面の顔が赤くなる。おめえどんだけ赤いんだお前は。え、はい、あの歯の方はどうすんだ。ああ、あの人ナタにするって言ってたからな。それも手入れてやんべ。ああ、なや言ってな、斧持ってこい。何にも知らないジンベエさんは汗だくになって戻ってきまして、え、今戻りました。あれ、どうも早かったでねえか。何しろね、慣れたまで行って帰ってきて走りづくめだったんでね。あの、そう、おかみさんにね、ちょいとこれお土産を。あれ、まあそんな気使わしちまって悪かったな。あ、こんな餅菓子、お母ちゃん、おめえの好きな餅菓子、この人も買ってきてくれて、まあどうもありがとうございます。先ほどは失礼いたしまして、あのよかったらお茶でも。先を急ぎますんでね、あの品物はこちらへ。帰っちゃう。喜ぶこれだ。どうもありがとう。え、これは なんだこれ。やったね、これ杖にするっつってたからね。あれじゃあどうも持ちづらかろうと思ってね。え、母ちゃんと二人でな、ノコギリで持ってば、もう家庭機で持ってな、これもうノコギリの歯がボロボロになっちまったな。もう本当にうちの人ったら気が利くもんだからね、紐までつけて。こ、歯の方は、お、あんたね、帰ってナタにしたいっつってたから。これもうまいことな。いや何しろ家庭派でな、斧でもって力任せにやったらな、やっといいところからパリンってんでな。ほらこれもうまいこと紐がついて、どうだ嬉しかろう。ああ、ああ、これ先は、先は、ああ、そこね、危ねえだろ、ほっちゃっとくってとね。子供がいたずらするといけねえと思ったからね、裏の池へ持ってって本投げて捨てた。捨てた、おい、これやろう。それどこにあった。おい、やめろ、おいおいおい、苦しい苦しい、おい、やめろやめろやめろ。なんだほんと急に乱暴して。え、何言うて。いやだからあるって、裏の池に案内しろと。行くよ、オスでね、急に乱暴になって。何、いやだからほらここ、あれれれれれ、なんだこりゃ、いって船がみんな半身になって泳いでるでねえか。どうなってんだこれ。ああ、あった、危ねえよ。さあ動きり丸まさし、この中にってんで、ジンベエさんザブ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 ッと池へ入っていくと、向こう岸に二つに割れて上がってまいりました。10周年の記念の会にようこそお越しいただきました。熊本にも毎年行っておりますね。まあもちろんあの震災もあって大変だったんですけれども、あの毎年行ってるんです。あの鶴瓶師匠の家族に乾杯で、あの大和町というところの真見原っていう町に行ったんですね。宮崎とのほぼ県境ですよ。平立神宮っていうあの神社があって、そこはもうパワースポットって言われてるんで、ぜひそこに行きたいと思って、はい、行ったんですよ。僕はスピリチュアルオタクですから。あそこはすごいんですね。日本で一番最初にできた神社と言われている神社の一つなんですよ。で NHK にはスピリチュアルとか言わないでくれ、言いませんからって言うんで旅に出かけたんですよ。で鶴瓶師匠との平立神宮からスタートするんですよ。一切 それまで会わずに、でもう第一声言われましたよ。なんでここなんやって言われて。遠いですよね、阿蘇の空港からも結構行きますから。でその家族に乾杯のあと1年後に、私が真見原というところで自分の独演会を毎年やらせていただいてるんですよ、おかげさまで。
で去年が5周年で鶴瓶師匠が来て二人会やってくださって、で今年はまた一人で独演会をっていうんで先週やってきたんです、それを。はい、おかげさまですね。で220人くらいの町の人が大体来ていただいて、で昼間は小学生にも聞かせたいって言って、最初はその間宮原の小学生だけだったのが、近隣もたくさん来て、清和とか南曽陽とかで、その宮崎の方からも来てくれて、でその人数が夜の公演が220人で、昼の学生でそのまた220人集まるというですね、小学生だけでこんなにいるのかっていうぐらいですよ。その山からかき集めました。よく笑ってくれますよ。ただね、もう侮れませんね。初めて聞く子が多いんですよ。でお蕎麦の仕草とかやりますよ、とかやると一番前の子、初めて聞いたっつうんですよ、うまいって言われるんですよね。うまい下手が初めてでも分かるということがショックでしたね、私には。だから場合によっては下手って言われるんじゃないかっていう。お子さんはね、侮れませんね、熊本ですよ。でまあ今回ね、あの震災がありましたから、益城町も通りました。ブルーシートがかかったのも結構見て、で僕今までその道通って気づかなかったんですから、あの恋人の聖地って言われるのが美郷町ってとこにあるのね。でと思って、で看板がそうあって恋人の聖地っていうんですよ。で何かなと思ったら橋があって、その橋の下のアーチ、まあ、下に川が流れてるんですよね。でそこのアーチのこの丸いのと、でなんかお昼前かな、なんかその30分ぐらいこう日が差した時にそこでできる影、こういうこのアーチと影でハートになるんですって、ここが。で恋人のせい、みんな知らないんですね、やっぱりね。かなりのふーんの確率が高かったんですけれども、これぜひ行ってください。復興にもなりますから、恋人の聖地です皆さん。ただそこにかかってる橋の名前が良くないんですよ。二俣橋っていうの。もうこの事実は私にとって強烈でしたよ。って一番聖地にしちゃいけない場所が、だかっこゲスの極みって書いとけばいいんです今も。二俣橋って、まあ日々落語みたいなことが多いなと思います、世の中。落語を聞いてる皆さんもそうでしょ、いろんなことがこう落語能みたいなもんで全てが面白に見えてくるとなったら、もう閉めたもんですよ。はい、自分の中でどんどん笑いを作れるようになりますから、落語を聞いてるお客様は素晴らしいですよ。だってこの瞬間うちでぼんやりしてる年寄りがいるんですよ。うちでぼんやりするならね、ここでぼんやりしてた方がいいんですから、皆さん素晴らしいと思います。この時間のチョイス、使い方ベストだというふうに思いますね。ありがたいなと思いますね。ですから、あの全国いろんなところでおしゃべりをするときに、やっぱりこう共感を得る話をしたいと思いますよね。でその中でやっぱり一番共感を得るのはね、酔っ払いの話なんですよ。これやっぱり面白いですね。もちろん酔っ払いの話共通するからって、その小学校の間ではやりませんよ、あんまりね。俺もよく酔っ払ってるよって小学生いませんから。だからこれはもちろん大人に限りですけれども、それは飲む人飲まない人いてもですよね。これやっぱり共通する話題ですね。やっぱり飲まない人がいても周りに飲む人に囲まれておりますから、やっぱりどっか理解があるわけですよ。で酔っ払いの面白いところは、酔ってるって人は酔ってないってことですね。酔ってないっていう人はかなり危ないぜっていう話ですよね、これね。いやいやいや、私も先ほどからだいぶいただいておりますから、いやもう本当に、いやいや、今日はねもうこれでやめようと思ってまして、顔も真っ赤ですから、いや本当に、いや私酔いましたなんてね、もうそれは以前よりももっとしっかりしてるんじゃないかっていう感じなんですよ。反対はすごいですね。酔ってる俺が。酔ってるわけないでしょ。こんなのは酔ったうちに入らないよ。いやいや教えてやるよ、この店のほら端の隅っこカウンター、あそこにいて女の人は2人座ってんの見えでしょね。あのお姉ちゃんが4人に見えたらそれは酔ってんですよって、見たらお姉ちゃんは1人しかいなかったっていますよね周りにね。っていうかあなたですかみたいな、そういう感じですよね。そうなんですよ、これは共通してるんですね。でここで一つ告白をさせていただくんですけれども、私柳家家禄は実は酒が飲めないんでございます。これは遺伝かもしれません。私の祖父の五代目柳家子さんも酒が飲めなかった。ただ時代が時代でしたから、やっぱりその何ですか、30過ぎて真打ちも間近になってお客様のお付き合いもある、飲めなきゃねしょうがないっていうんで、もう前向きなポジティブな人ですからね、ハキハキ覚えたんだ、聞いたら吐いて覚えたというですね。
まあ、皆さんよく知る訓練をして強くなって、一升瓶横へ置いて朝まではしご酒ができるようになったというような、そういう人でございました。で、俺の酒が飲めねえのかなんという言葉は死語ですよ。もう落語界においてもどのね、組織会社においてもそうでしょう。ただね、新しい言葉を言われるようになりましたね。あ、軽くさん飲めないんですかお酒。はあ、人生の半分損してますね。どう思いますかこれ皆さん。この中で言ったことのある方もいれば、言われたことのある方も、あるいは横でこう言ったり言われたりのを聞いてる方もいるでしょう。ただ私がその人を見た時に、その人が人生を得しているようには思えない。むしろその人のようになりたくありませんという心の叫びでございます。この話はお父さんが大変お酒がお好きで、そのせがれも酒が好きという、まあ、これ遺伝かもしれませんね。親子で酒が好きで、どういうわけか進化してるのか、せがれの方が酒が強いんですね、よりね。で、こんなところでなんかこう間違いがあっちゃいけないと思うわけですよ。まあ高畑裕太さんとか名前は出しませんけれども、何が起きるか分かりませんから、大変親は心配をいたします。で、お前は出世前ね、もうお前はね、酒は飲まない方がいい。いや、お前ばかりじゃないね、お父さんも酒を断とう。素晴らしい親子愛ですね、これね。息子のためにお父さんも酒を断つわけです。親子で禁止の約束をいたしました。さあ、やめて3日5日いいでしょう。1週間超えていきますね、10日。まあここまではなんとか来た。さあ2週間、半月を超えていくと、だいぶこれは骨の折れるところでございまして、なあばあさん、何です？あれだね、今晩ちょいと冷え込むね。そうですか、湯たんぽでもこしらえましょうか。いやいやいや、まあまあまあ、湯たんぽもいいんだが、そういうことじゃないんだ、つまりその あれだね、こう、こうね、体の中から温まるようなものを飲んで寝てみたいよね。くず湯でもこしらえますか。いや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 、もっとさ、こうほらピリッとするようなものがあるだろ、唐辛子の湯かなんか。お前そんなもん飲ましてもらったことないだろ。私は余計カッカして眠れませんよ。なあ、いいじゃないか、わかるだろ言いたいこと。もうさ、ちょいと飲んだらいい心持ちになるよ。嫌なことをパーッと忘れてしまう、そういうものを飲ませておくれよ。ほら、ダメですよおじいさん、そんなもの飲んだら捕まりますよ。いや、お前何を飲ませようって言うんだね。恐ろしいババアだな。いいだろ、今晩あたり。あら、いけませんよ、あの子だって我慢してるんです。いや、それは分かってますよね。いや、でもさ、私はいいだろ。何言ってるんですか、あなたが言い出した。そうそう、私が言い出しましたよ。でもね、せがれのためを思ってやってることで、そんなことはお前さんだって分かってることだろ。私は老い先短いんだね。どうすんの、明日私が死んじゃったら。ばあさん、お前嘆くよ。前の晩おじいさんがあんなに飲みたいと言っていたのに飲ませなかったことが本当に悔やまれる。そこで泣いたって遅いんだ。そんなこと言わないでくださいよ。いいですよ、そうやって飲んでて、あの子急に帰ってきてなんて言い訳するんです。お、それは大丈夫だ。あれね、あの得意先を今日は何軒か回ると、そう言って出かけたろ。いや、いつもそうなると遅いんだよ。だからあれが帰ってくる前に飲んで寝ちまえばわからないな。いいだろ。いけません、もう前はいけません、いけませんって、その一点張り。いやいや、それは分かるよね。私は長っちりだね、飲むと長い、だからお前がそういうのは分かる。でもね、今日は違う、今日はね、お調子一本です、一本ですよ、それでいいんだから。出ますか、あなたが一本で済む人ですか。済むか済まないか飲ましてみたら分かるんだよ。いや、だから、いや、あのね、違う違う、今日はね、あの本気で飲みたいんじゃない、気持ちが飲みたいんだ。わかるかい、もう子供と一緒ですよ。もう取り憑かれたようだ。私は朝まで起きてますよ、これ飲めないと。でも一本飲ましてごらん、さーっと素直に眠れるんだよね。だからね、一本だよ。お前ね、せがれさがれ二言目には言う。そら私もせがれは心配ですよ。でもせがれと私を比べてごらん、お前と付き合いの長いのは私なんだから。それじゃあ夫婦の情がないよと、ここまで語られちゃしょうがない。じゃあお前さん、本当に内緒ですからね、一本だけど、おお、いいんだよ一本で。もちろん一本じゃ済まない。拝まれちゃって、じゃあこれっきりですよ、もう一本だけ、これでおしまいですよ、もう半分。
しまいには持ってこい。お父さんいつも以上にベロベロに酔っ払っちゃって、お酒ありませんよ、お酒がないっての、それだけ飲んだらいいでしょ、いいでしょってことはないでしょ、持ってきなさいよ、お酒がないから。ここまで来たら同じだから。こりゃいい、酔ってる、誰が、私が、ご冗談でしょ、酔ってなんかいませんよ、酔ってるっていうのはこういうことじゃない。わざとやったんですよ。はっきりなさい、はっきり。え？そのね、耳が遠くなってるでしょ？わからないから、もっと、大きな声で、せがれが帰ってきた。それだめね。そういうこと早く言いなよ、そら。なんでそういうことを、あのね、ちょっと待ちなさい、せがれを廊下へ待たして、この膳をどかさなきゃいけない、え、ちょっと待たしておきなさい、お父さん調べ物してる、そりゃ卑怯で、なんでこうやってすぐ帰ってくる、帰ってくるな帰ってくるって3日ぐらい前に電報打たなきゃいけない、あの、そ、うん、誰だそこにいるな、長太郎か、こっち入りなさい、こっちへ、お父さん、ただいま帰りました。お父さんのおっしゃる通り、麹町の大和屋さん参りました。ちょうど旦様おいでになって召し上がってるとこ、いいとこへ来た、行こう行こう、ダメです、実は親父と禁止の約束をいたしまして、お酒は一滴も飲みません。禁止とは何事だ、禁止でもいいから飲め、以後うちの出入りを止めるぞ、そんなことを言うやつはって言いますから、お父さん、あっちは怒っちゃった。たとえ出入りを止められようがどうしようが、飲まんと決めたら飲みません。そらお前は偉いな、その息が気に入った、どうだその息でもって一個行くかって言いますから、それじゃいただきましょう。2人で2升55あげて、これでやめようやめようと思っても、好きな酒はやまりませんな、お父さん、バカ野郎、なんというお前は情けない男です。お父さんを見なさい、こうして飲まずに我慢をしてるでしょ。でもね、怒っちゃいけない、これもお前の身を思えばこそ、お父さんは口うるさく、お前ばあさん、ちょっとこっち出てきてみな、せがれの顔ごらんよ、7つにも8つにも見える、化け物だこりゃ、ダメだダメだ、こんな化け物みたいなやつにとってもこのうちの寝台は譲れません。ハッハッハッ、冗談言っちゃいけない、お父さん、あたいだってこんなぐるぐる回るようなうちはもらったってしょうがねえや。